はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、ね、あの、質問にお答えするコーナーでね、えー、やってんですけど、一つね、ちょっと見落としてたんで <laughs>、ちょっと順番がね、いろいろ変わるかもしれないけども、えー、一応ね、見直してたら、なんかコメントでね、あのー、入ってたんで、それちょっと答えてないんでですね、えー、追加で、えー、今日はね、あのー、お答えしようかと思うんですね。えー、っと、 大桑方さん、ね、結構いろいろコメント入れてくれてる方なんだけどもあのー、倉井社長いつも貴重な情報ありがとうございますとで質問があります現在個人が一棟アパートやワンルーマンションを購入して行う不動産投資の場合変動金利型の融資を利用して行われることがほとんどだと思われますとで昨今アメリカのですね え、長期金利が上昇していますと。もし、日本の長期金利が上昇し、変動金利型融資の、うん、貸し出し金利が想定以上に上昇した場合、えー、ADS ですね。えー、アニュアルデッドサービスですね。えー、が、ね、NOI、ネットオペレートインカム。わかるかなあのー、ADS とは、まあ、あの、えー、いわゆるですね、 えー、年間の返済額の総額、ねえー、のことを ADS アネアルデッドサービスと言います。NOI、結構か詳しい方だね。NOI いうのは、家賃から経費を引いた純利益、ねえー、がネットペレットインカムですね。まあ、いわゆるその、うん、不動産の広告で出てるあのネット収入っていうね、えー、やつの利回りです。ね,あのですね、えーを 大きく上回るようになるなどあ。ごめんなさい。リリちゃん NOI は、あの、要するに、えー、純収益ですね。ですから、あまあ、その、うん、まあ、売上家賃だね。から経費引いた NOI があって、で、こっち、片やこっち側では、それから今度 ADS、ね、年間返済額を引いたものがキャッシュフローなんだけども、この年間返済額が、あ金利が上昇して上がっちゃったときに、 えー、noi を上回るんじゃないかということね。で、ちょっと専門的な話をすると、当社の場合は、まあ初心者、初心者の方に対しては、あこの比率、ねえー、をですね、あの、1.3、え、倍、ー、くらいに設定して通しましょうって言ってるのね。だからあ、このような時代で金利が上がっちゃったりね、家賃が下がった時に、そのクッションとして考えられるのが、あまあ、いわゆる、えー、それのネット と、えー、とえっ、ー、ネット収入をお年間返済額で割ったものを ADS、えーえーえー、ネット収入を年間返済額で差し引いたものあごめんねもう一回 <laughs> ネット収入を年間返済額で割ったものが1.3を超えるようにしましょうっていうね ええー、まあ、ことをですね、えー、皆さんに、えー、お話してるんだけども、えー、と、それでね、ええー、まあ、この、うん、ADS が、ねえー、NY、NO、を大きく余るなど、えー、当初の経投資計画がうまくう回らない、えーま、回らなくなるなどを考えられますが、このような場合、えー、どのように対処したらよいでしょうか。ん このような場合、どのような、こ、う、の、ん、まあ要するに金利が上がったらどうするのって話なんだよね。で、えっ、ー、と、例えばう、その想定する金利のね、上昇っていうのが、どういう形になるかわかんないんだけども、要するに、えー、変動金利というのは固定金利に変更できるんですよ。ところが固定金利は変動金利に、ね、あのー、その固定金利の期間、 を、要するに、ええー、まあ、例えばよくね、3年型固定だとか、5年型固定だとか、10年型固定とかね。あの、住宅ローンでね、あの、うもう,う、全部固定金利あで、ええー、っていうのもあるよね。でそういうような形で、ええー、やるんだけども、その固定金利を変動に変える場合はね、違約品が発生する、うことが多いんですよ。だから、 変動金利を固定金利にするのは、そんなに難しいことじゃないですね。だから、あの、まあ、えっと、もし、そのね、えー、いやいや、これから先、ね、金利が上がったらどうしようっていうんだったら、今低いうちにね、えー、例えば固定金利、あの、その売却したりとか出口を考えないような場合は、ああ、要するに固定に切り替えておくのも一つの手かもしれないね、っていうことなんですね。あのー、まあ、固定金利がいいのか変動金利がいいのかっていうことで、 えー、よく皆さんからね、あの、ご相談を受けるんだけども、僕は意外に変動金利を選んでるね。えー、だけど、金融機関の方としては、あ固定金利の方が、あのー、もう確定するんで、で、またその確定することによって、あのー、いわゆる、銀行内で、そのう、融資の金額をするんじゃなくて、この固定機関の間、他の ね、ところからあーお金を借りて貸してる場合があるわけ。そうするとね、これが解約すると大きなね、あのー、損害になることがあるわけ。っていうんで、大体いい解約どうだろうね、1%とか取るうーことあるよね。だから1億円、ね、残ってるとさ、あねえー、100万とか、ね、2%ってとこもたまにあるわね。だからそういうのを、まあ、契約の時にね、ちゃんと読み込んでればいいんだけど、読み込んでないとね、 あの、売った時に、えー、こんなに取られるのみたいなことがあるのよ。うん。で、最近、あのー、まあ、いろんな融資のね、あのー、手法が変わってきて、えー、銀行さんもほら、金利で取れないから、あのー、要するに手数料で取るっていうね、動きが出てきていて、えー、融資の,その、ね、その、ね、この、アレンジをすることによった、手数料を最初に、えー、もう、じゃ例えば、 えー、20年たら20年のローンを組んだらあ、そのローンの金利は固定で安くするけど、要するに、えー、最初に手数料何パーセントちょうだいねっていうのは多くなってきてるな。あだからそういう面で行くとですね、まあ、結構、あのー、金融商品というか、その銀行のですね、えー、融資の商品の数がいっぱい出てきてるから、まあ、そこはちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていうのと、あとね、 あのー、まあそう言っちゃったんだけどさ、うん、最初にね、あの、まあ僕なんかもそうだったけど、まあ最初はさ、あのー、ね、えー、不動産投資を、ね、始めたきっかけ、えー、には、まあ某大手のね、えー、金融機関でお金借りてたわけ。で、そこからスタートしてさ、その時はね、金高かったでしょ。最初なんかね、5.4%だよ、ね、当時。 で、それがね、4.7に下がったんですよ。そしたらもうね、あの、市場最低金だとか言ってたわけ。で、まあそこでね、あの、投資を始めたんだけど、それからさ、あのバブル崩壊してソロ規制になっちゃうでしょ金融機関がさ、8%とかだよ。これはね、さすがに、あの、投資にお金回せないなってことでさ、うん、ね、あの、まあ1年くらいかな。それでバタ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 大きいところがどんどん潰れちゃったりしてね。 あの、東京都内でさ、あの、建築都市の物件まで全部さ、取り壊しちゃってんだもんさ。で、最新しちゃってるとかしてね、ひどい目に遭った人いっぱいいるよ。で、そうしてるうちに、なんか知らないけどさ、金利がたん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 上がってきて、まあ今1.5とかでね、あの、借りれてるし、この間僕の友達に電話して、お前んとこ高えよなんて言って、ねあ、うちなんか0.8だぜなんて、ねえ、え、お、ま、前、あ、人用資金0.8なのみたいな。もうそんな感じなんだよ。 だから、あの、ある意味では、えっ、ー、と、そういうさ、その、うん、銀行、銀行によって変わってくるんで、で、その際はね、えー、例えばその高い金利で、まあ最初はね高い金利でしょうがないですよ。信用力ないんだからで。それがだん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 下がってくるんだけど、あの、そこでね、借り換えちゃうってことも一つの手なんだよ。で、借り換えちゃうことによって金利がガンと下がることもあるわけ。で、まあ、あの、あるね、 超地主さん、ね、あのー、もう、うちはね、ね、まあ、某金融機関、しか取引しないんだって言ってたの。ね、で、どうして,って言ったら、いや、あんまりちっちゃいとこと付き合ってるとさ、変な目で見られるじゃんみたいな、わけやかんなこと言っててさ、<laughs> そんなことないのにさ、だって、東方にとんいかわかんないどっから借りてるからさ。で、結局ね、あのー、投資をね、 一投目うちでね、お世話させてもらって、二投目はまたなんか違うところで買って、三投目の時に、あのー、また同じところでね、申し込むっていうから、ちょっと比較した方がいいんじゃないのって言ったの。そしたらそんなことはできるんですかって言うから、まあできますよ、と。言うんで、まあ、うちの取引してるね、あのー、某、うん、地方銀行に言ったらもう、もう、 ねえ、たまたまうちう、うちが付き合ってる時のその視点に対すてがさ、あの、移転してて、で、こいつが、もうね、バリバリの営業マンみたいなやつなんだよ。で、それで、えー、行って、で、相手方はさ、まさかこの人が、他の銀行から借りると思ってないから舐めてんだよな。で、結局金利高まあ、多少高かったんですよ。まあ,あ、いうことで、また新たにね、物件買う時に、また舐めたこと言ってきたから、 じゃあ、全部借り換えちゃうぜ、なんつってさ、やったの。それで、言ったらもう、向こうのやつはさ、ね、生意気な支店長でさ、ね、その、結構大きな地主さんですよ。もう、とてつもないさ、お金を預貯金で持ってる人だよね。ね、で,で、それに、じゃあ相談に来いみたいなこと言われてさ、で、カチンと来てね、で、もうこっちはもう、もう、自宅にさ、ガンガン行って打ち合わせしながらね、やってたわけ。 でも、あのー、向こうはそんなことしないと思ってたんだけど、こっちが作戦としてさ、もう、じゃあこれで行きましょうって話したじゃん。そうしたらさ、あのー、後付けでビビったんだな、支店長飛んできて、で、ね、勘弁してくださいよみたいな話になったんだけど、まあ、あんたそういう態度だったでしょっていうことでさ、で、結構反省したんだけど、で、金に下げるって言うから、あのー、ね、えー、下げる話来たんだけど、さらに、こちら側は、 もう、ちょっと許せないと。言って。さらに下げて全部借り換え <laughs>。十数億円。ざまみろだよね。あのー、さあ、なんかさあ、そういうなんか、勘違いした野郎が多いんだよ。結構。その、ね、あの、金貸してる立場で、偉そうな態度取るやついるんですよ、世の中。う,ん、でうちもやられたけどね、あの、独立して、さ、あの、 えっと、売った時にね、要するに前職の会社から圧力かかったらしくて、ね、お宅のね、住宅ローンからないから全部ね、もう貸せないとか言い,言い出しやがってさ、で、たまたまそこの金融機関の、その支店長のもっと上の支店長をたまたまうちのね、あのー、関わる会社に採用してね、入れてたから、 その人に言って、いや、こんなことやれたんだよね、とか言ったら、いや、それちょっと問題だな、つって。僕は話してきますわ、なんつって。言ったらさ、いきなり来て、土下座したからね。もう勘弁しはないと。言って、帰ったから、まあ、そのままね、融資とかできるが、まあ、こっちも持ち込まなかったけどね、別に住宅の販売なんかやってなかったから。だけど、さあ、ああのー、相変わらずね、あれでしたよ。あのー、なんか、融資の取り込みはできないような形になってたね。まあ、 金融機関のね、その、支店長クラスもね、あの、残念な人多いですよ。うん。だから、まあ、うん、そういう面でも、要するにね、あの、まあ、そう言うとね、また、うん、結構見てるんだよ、これ。金融機関の <laughs> 役員クラスの人が見てたりするからさ、<laughs> ね、あのうん、ね、怒られたりするんだけど、あの、まあでも、事実だからね、しょうがないよね。それは逆に言うと、自分たちがエリターささないとダメだと思うんですよ。で、そういう中で、 えねあのー、まあ金融機関、うん、まあこの間もね別の件で、えーね、取捨選択した方がいいんじゃないかなって言ってたけど、あのー、金融機関というのはねその決済権者によって変わってくるからねでまたこの、ねえー、場合によってはそのうんまあ例えば一番怖いのはメインの金融機関しかいないっていう、ね、人っていうのは あの、いざってなった時ちょっと怖いんですよ、正直言って。だから、やっぱり2個3個、ね、あの、力のあるうちに、えー、いろんなところと付き合った方が、いざって時に助けてもらえると思いますよ。で、僕もね、あの、その地方銀行もメインバンクにしてね、やってて、えー、またその前のね、あの、メガバンクも付き合いがあるし、あと、信用金庫なんかも、おね、お付き合いあって、 で、いろんな人たちとこうね、お付き合いさせてもらってるわけ。で、今回も、あのー、ね、佐賀の方のさ、あのー、まあ,あ、有田ってところでね、えー、うちのグループ会社があ、スポーツクラブ始めたんですよ。あ、見てください、昔、あの、いまりちゃんぽんってやったとこに今、ね、あのー、スポーツクラブになってて、もう会員が今150人くらいになったんだよ。まあ、すごいよ、うん、ある意味で。 で、まあ、そこのね、あのー、店長なんかも結構、えー、いい子でね、やっぱり、あのー、やってるんだけど、まあそこもね、えー、最終的には地元のね、信用金庫さんあとのお付き合いでね、あのー、少しは融資を受けることになりましたけども、あのー、得意不得意って、得意不得意ってあるじゃん。で、またさ、やっぱり、あのー、金融機関として見れば、あのー、評価っていう基準の方法はね、 要するに、えー、極端な人、お前、そういっちゃうんだけど、担当者レベルで変わったりするんだよ。うん、そうすると、その、なんか、リスクばっかり取るような担当者になってくると、もう担保、すんごい低く見てきてさ、うん、こっちもイラってくる時あるわけや。そうすると、他のところ持ち込んでみて、で、そっちの評価が高ければ、ね、自分で言ったことだからさ、こっちに持ってこわなんつって、いうこともよくやるね。うん、だから、あのー、皆さん、その、 えっと、この金融機関、まあ、この変動金利と固定金利っていうのは、要するに固定金利は、あのメリットもあるけど、解約するときに、あのデメリットがあるんで、えー、そこはね、よく見極めてやってくださいよ。うん、ということね。あと、あのー、まあ、うね、うちのメインバンクのとこでは、最近はあの、この信用情報、信用力の方を、こうね、ある程度資産家の人たちに対しては、要するに、 ね、前倒しで先ほどのように金利を払え、金利というか手数料払えば、あの、金利が安く、それも下手すんと、その、融資満額出ちゃうこともあるのよ。っていうような、ああ、動きになってきたから、まあこれね、今回の3月の決算でわかりますよ。うん、あの、各校がね、結構厳しい状況になってる。で、そういう中で、打開策をね、やっぱり、あの、取り出してきてるからね。そういう面で、 えー、これから先、あのー、ね、金融機関とはうまく付き合いながらね、あのー、やっていった方がいいんじゃないかなと思いますね。えー、ということで、ちょっと話は、あのー、膨らみましたけども、ね、せっかく一つのこ、ね、質問をこうやって受けたらさ、やっぱり、えー、それなりにね、えー、それ以上の <laughs>、ね、<laughs> 僕の仕事そうなんだけど、ね、思った以上のものをお返しするっていうのはね、心情でやってるから、もうずっとそのスタイルですよ。お住宅き一つ売るにしても、 思った以上の要するに仕事をしてねちゃんと返してあげるっていうね、えー、形なんで、えー、どうでしたかあまああのご参考になったかどうかわかりませんけども是非ね金融機関一度見直されたりあと自分のね融資のものも少し見直したらいいんじゃないかなと思いますね結構これさあのー 不動産のこと関係なくても参考になるでしょで、この間はね、この、なんか、あの、書いてくれた方がいますけども、不動産と関係ないけど、まあ、クランさんのね、話っていうのは、うね、その、自分の視野を広げる意味では、すごい参考になりますということで、ね、幅広いから、ね。で、幅広くやってるんで、まあ、ぜひ、あの、ね、えー、長い目で見ていただいて、えチャンネル登録を外すなんてことしないように、今日外してやるんだよ。<laughs> 不動産の話したらさ、つまんないんだろうな。<laughs> <laughs> やっぱりね、あの、FC チャンネルのさ、あの、あの、ね、のんだっけパリピっツんだって今、ああいうキラキラした連中のさ、なんかこう、落ち込んだ話の方が面白いかもしれないんだな。うん、まあ、彼なんかも全然ね、どうなんだろうね、あの、人のことさ、ご馬鹿にしといて、えー、その後何も言ってこないわな。で、発表もしない。で、そのままなんとなくフ,フェードアウトしてる。まあ、汚ね話だと思うんだよな。うん、まあ、 うん、そういう人たちなんだろう、所詮。うん、って、なんか、そういう風に思っちゃうね。うん、だから、皆さん、あの、YouTube もそうだけど、あの、何、えー、いろんななんじゃん、SNS ね。で、それでさ、まともな人の話聞いた方がいいよ。あの、まともだよ。はっきり言って。ね、あの、本だって読んでくださいよ、僕の本。ね。 あ,のあるしね中古で買わないでね <laughs> ちょっと新刊で買ってください印税入んないから <laughs> 本だって書いてるしさであと実業だってね20社以上やってるわけだろう、うんあのまあ、あ手離れしちゃった方もあるけどもやってるし、まあ、実業の世界で生きてきてる人間がこうやってちゃんとね皆さんにあの、ね、真摯にお答えするっていうちゃんと正確にそれも。 それもさらにね、付加価値で裏事情までつけてさ、お話してる番組なんてないんじゃないのって思いますよ。ということで、まあ、ぜひチャンネル登録していただいて。で、ね、たまにはつまんない話かもしれないね。あの、僕は面白い話と思ってるんだけど、ね、あの、興味のないものって大体つまんないじゃん。だからといって、チャンネル登録外さないでよ。嫌になっちゃうから、なんかさ、3件くらい減ってんだよもう、ああって思っちゃうとさ、なんかやる気なくなっちゃうよね。だからね、少なくとも外すのよ、そうよ。 ね、でいいねもちゃんと押してねでさらに要するにシェアしていただいてでコメントもちゃんと書き込んでいただくと助かるねえということで、えー、今後もね、えー、この話を継続してますので、えー、ぜひ、えー、お楽しみにしてください、えー、ということでそれではまたこの動画は今後もですね継続してこのようなです、ね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。 ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。